ケドルストンの初代カーゾン公爵、ジョージ・ナザニエル・カーゾーンは、イギリスの政治家、貴族、姓はカーズンとも表記。スカーズデール男爵家の後取りとして生まれ、1886年に保守党の庶民委員議員として、政界入りした。1899年から1905年まで、インド総督を務め、強権的な内政とロシアの南下政策への対抗によって、 大英帝国のインド支配の強化に努めた。第一次世界大戦中には、挙国一致内閣で、閣僚職を歴任。とりわけ、ロイド・ジョージ内閣では5人からなる、戦時内閣の1人に選ばれた。戦後の1919 19年から1924年に、かけては外務大臣を務め、カーゾン戦の制定やローザンヌ会議の主催、独仏の緊張緩和など、戦後処理に活躍。 1923年には首相有力候補として取り沙汰されたが、国王ジョージ5世がボールドウィンに祖格の対名を与えたため、なり損ねている。1899年にカーゾン男爵に除され、ついで1911年にカーゾン伯爵、スカーズデール死爵、レイブンズデール男爵に除される。1916年にスカーズデール男爵を継承し、 1921年にカーゾン公爵に除された。1859年1月11日に第4代、スカーズデール男爵アーサー・カーゾンの長男として、ダービーシャーケドルストンに生まれた。イートン校を経て、オックスフォード大学、ベリオールカレッジへ進学。1886年に保守党の庶民委員議員に、初当選して、政界入り。 政界入り直後の1887年から1895年の間5回にかけて世界旅行を行った。その間の1891年から1892年にかけてインド担当省政務次官を務めた。ついで1895年から1898年にかけて外務政務次官を務め、列強諸国による中国分割の中で清における イギリスの権益の守ることに奔走した。1898年に、インド総督兼副王に任じられ、アイルランド貴族爵位ケドルストンのカーゾン男爵に除された。1899年1月から英領インドに着任。辺境地域の反乱鎮圧まもない時期だったため、北西部の独立志向の強い部族を警戒して、北西辺境州を新設した。 タージマハルなどの遺跡保護や大基金対策に尽力した。1903年にはエドワード7世紀のインド皇帝即意式デリーガルバールを挙行した。ロシアの南下政策を警戒し、軍艦を率いてペルシア湾歴法を行い、この際にクウェートを保護国となし、またオマーンを脅迫してマスカット港のフランス対応計画を中止させた。 同じクロシアの南下政策への警戒から1903年から1904年にかけてチベット侵攻を実施した。1905年には軍の独立的地位を求めるインド中流軍最高司令官初代キッチナー伯爵、保冷書キッチナーと対立を深めたが、本国政府から支持を得られなかったため、1905年11月をもってインド総督を辞することとなった。 1908年からアイルランド貴族代表議員として貴族院議員となる。1911年には連合王国貴族社位、レーブンズデール男爵、スカーズデール子爵、ケドルストンのカーゾン伯爵に上された。第一次世界大戦中の1915年5月に与党自由党と野党統一党の大連立によるアスキス挙国一内閣が成立すると、 王子少書として入閣。1916年5月には空軍長官に就任。同年12月成立のロイド・ジョージ内閣では、貴族院院内総務、数密院議長として入閣するとともに5人で構成される戦時内閣の一員となった。戦後の1919 19年にはロイド・ジョージ内閣の外務大臣に就任。それ以前の外相と比べると首相に、 従属的な外相だった。1919年12月には、ソ連とポーランドの国境線を提案し、この線は、カーゾン線と呼ばれた。1921年6月には、連合王国貴族社イケドルストンのカーゾン公爵に除された。1922年から1923年に、かけては、ローザンヌ会議を主催し、トルコの国境線を確定した。 フランス軍のルール占領をめぐっては、独仏両国の仲介と緊張緩和に努めた。続くボナーロー内閣でも外相に留任した。1923年に、ボナーローが退任した際に、公認の首相候補として取り沙汰されたが、国王ジョージ5世は、庶民院議員ボールドウィンに、疎閣の対面を与えたため、首相にはなれなかった。貴族院議員だったことが忌避されたと言われる。 第一次、ボールドウィーン内閣には、外務大臣。第二次、ボールドウィーン内閣には、スーミツ委員議長として入閣したが、1925年3月20日に、死去した。男子がなかったため、追いリチャードに継承されたスカーズデール子爵くらいと、スカーズデール男爵くらい、および娘アイリーンに継承された、レーブンズデール男爵以外の尺位は廃絶した。 愛国心の強い熱心な帝国主義者であり、大英帝国の偉大さを確信し、インド支配の強化に心を砕いた。豊富な政治経験にもかかわらず、首相となれなかったことについて同情的な評価が多い。イートン校学生時代のカーゾン1859年1月11日に、ダービーシャーケドルストンのケドルストンホールで生まれた。ケドルストンの国境会教区牧師を務める。 第四代スカーズデール男爵アサー・カーゾンとその妻、ブランチ・センハウスの間に生まれた11人の子供の、うちの長男、第二子であった。母・ブランシュは、カンバーランド、ネザーホールのジョゼフ・ポックリントン・センハウスの娘であった。カーゾン家は、12世紀からケドルストンに住んでおり、代々同地の地主、国境界教区牧師として君臨してきたが、 特筆されるような業績を挙げた先祖はなかった。父のスカーズで得る男爵は厳格で、領主たる者自らの領地に常に泊まるべし、という古くから伝わる家訓を心情としており、世界中のあちこちを放浪するなどもっての他だと考えていた。こうした、強硫な形式を抱く男爵は、1887年から1895年まで、 父親以上に少年期のカーゾンに影響を与えたのは厳格な規律を課すがバネスエレン・メアリー・パラマンだった。パラマンの虐待を伴う育児のせいでカーゾンは攻撃的な性質になりまた脅迫観念に取りつかれがちになった。母はカーゾンが16歳の時の1875年に死去しているイートン・カレッジに学びその後オックスフォード大学のベリオール・カレッジに 進学した。カーゾーンはイートン校の教師だった歴史家オスカー・ブラウニングのお気に入りの生徒となり、二人のあまりに親密すぎる指定関係が問題視されてブラウニングは辞職に追い込まれている。オックスフォード大学ではカーゾーンはオックスフォードカニングクラブ、オックスフォードユニオン、同大学学生連合評議会の部長を務めた。輝かしい大学でのキャリアを積んだ後、 1883年に、カーゾンはオールソールズカレッジの優等フェローに、選ばれたを受賞した。左から、A 首相第3代ソールズベリー公爵ロバートガスコインセシル、放映中の真の理工賞、外務政務次官カーゾン1895年から1898年までは、外務政務次官を務めた。当時の外務大臣は首相である、 ソールズベリー校の兼任だったので、実質的には外務大臣代行的な立場であった。この就任に際して、数密顧問官にもれしている。1895年の日清戦争で、清が日本に敗れて以降、中国大陸をめぐる情勢は一変した。日本への巨額の賠償金を支払うために、清政府はロシアとフランスから借款し、その見返りとして、 露出両国に新国内における様々な権益を付与するはめとなったが、これがきっかけとなり、急速に列強諸国による中国分割が進み、アヘン戦争以来の真のイギリス一国の繁殖民地状態が崩壊したのである。カーゾンはとりわけロシアの清市への帝国主義的進出を憂慮していた。1897年12月にロシアが旅順に軍艦を送って、 同行軍事的支配下に置いたとの報告が英国外務省に入った際、カーゾーンは首相ソールズベリー港に当ててロシアが旅順を占領するならロシアは水路からも清へ侵入するようになる。我が国は従来から清において軍事的、経済的優越を有してきたがこのような状況は変化しつつある。という報告書を書きソールズベリー公に中国情勢に 危機感を持たたせることに貢献したその後、ソールズベリー港は露出に対抗して、中国内におけるイギリスの勢力圏を固めることに心を砕くようになった。そうした中の1898年4月にカーゾンは、ソールズベリー港に宛てた報告書の中で、私は、ース港流域の人口は一億五千万人、つまり真の全人口の三分の二と算定している。 これまで50年間我々は、様子交流域を統治しようと思ってもできなかった。しかし鉄道というものは、首相の考えられる勢力圏の樹立のために最善の方法であると論じて、様子交流域へのイギリス鉄道の建設を推進した。1895年には、アメリカ合衆国、シカゴの富豪の娘メアリー・ビクトリア・レーターと結婚した。1899年、 インド総督カーゾン教とその妻、メアリーを先頭にした総督不幸官たちの像の行列1898年8月にインド総督兼副王に任じられ、同年11月にはアイルランド貴族爵位ケドルストンのカーゾン男爵に除された。この爵位はアイルランド貴族の爵位であったため、父の死によってスカースデール男爵位を継承するまではイギリスに帰国した場合、 庶民院に復帰することも可能であった。1899年1月に英寮インドに着任し、7年にわたる統治を開始した。カーゾン教がインドに到着したのは1897年から1898年まで続いた辺境地域の反乱が鎮圧されて間もない時期であった。このため彼は北西部の独立志向の強い部族に格別の注意を払っており、 北西辺境州を新たに創設し、怪獣策を混ぜ合わせながらも、強権的な統治を行った。歴代総督の中でも、インドの遺跡保護に熱心だった人物で、遺跡保護法の制定を主導した。とりわけ、タージマハルやファテープルシークリーなどの再建事業で、成果を上げた。カーゾン教の在任中に、インドで起きた飢饉は、610万人から900万人の命を奪ったと言われ、 彼は今日ではこのインドの大部分の地域が巻き込まれて数百万人の死者を出した飢饉に対しほとんど対策を打たなかったとして非難を受けている。しかしカーゾーンは実際には飢饉と戦うための様々な方策を実施し、飢饉救済のために300万人から500万人の人々に食料を配給し、減税を行い、考え事業に莫大な予算を費やした。 一方でカーゾーンは以下のように発言しているランピ同然のフィランソロピーによってインドの経済状況を危険にさらせばいかなる政府も深刻な非難を免れない。そして見境のない事前活動によって国民を軟弱にし国民の独立不起の精神を腐敗させるいかなる政府もまた公的な犯罪を犯したことになる。そしてカーゾーンは食料の配給量を 危険なほど多いと考えて一旦削減し、寺院で被害調査を行った後で救援物資の量を元に戻している。デリー・ダルバールを挙行するカーゾン教1901年1月に本国でビクトリア女王が崩御してその長男エドワード7世がイギリス国王インド皇帝に即位した。これを受けて1903年1月にエドワード7世のインド皇帝即位式。 デリー・ダルバールを挙行した。ロシア帝国の強大化に対する根深い不信感から、イギリスの対ペルシア貿易を奨励し、1903年には、自ら英,英軍海軍の艦隊を率いて、ペルシア湾を訪問している。この訪問の際にクウェートと保護条約を結び、クウェートをオスマン帝国から独立したイギリス保護国となした。またマスカット港の一部をフランスに対応しようとしていた。 オマーンへの訪問に際しては、法官外交を行い、オマーン政府を脅迫してに、この計画を中止させている。これにより、フランスとの関係が悪化したが、アラブ諸国に改めて、大英帝国の威信を示すことができた。仕留めた獲物の虎の前に立つカーゾンと、妻メアリー、1903年中央、アジアや清シへの進出を推し進めるロシアがチベットを狙っていると疑っていた。 カーゾン教は1903年12月に先手を打つ形でフランシス・ヤング・ハズバンド少将にチベット遠征を行わせた。遠征軍はチベット軍を蹴散らしながら進軍し、ラサに入場した。1904年には両者の間で和平が結ばれた。この協定によりチベットは英国の許可なく他国と取引し、しかしこの強引なやり口は 他の列強諸国の批判を招き、孤立を恐れた本国政府の介入で賠償金の額は3分の2に減額され、さらにチュンビタに占領英軍は1908年までに撤退すると変更された。しかしこの進行で、ロシア軍のラサ進中は抑止され、1907年には英露協商で英露連携がなったため、英領インドに対するロシアの脅威は消滅した。 1904年1月に任期を迎え、一時帰国したが、カーゾンは延長して総督に在職することになった。1905年7月には、イギリスの植民地支配に対する抵抗が激しい、ベンガル州の抵抗運動分断を狙って、ベンガル分割を断行した。しかし反発が強く、かえって抵抗運動が激化したので、この分割は、カーゾン退任後の1911年に、 取り消されている。カーゾンの地位は、インド人の抵抗運動によってはびくともしなかったが、インド総督府内の内部分裂で辞任に追いやられることになった。インド中流イギリス軍の最高司令官初代、キッチナー伯爵、保シ所キッチナーは、軍が、インド統治委員会国防省の指揮下に置かれることに反対し、軍政も自分の指揮下に置くことを要求した。一方カーゾン教は、 軍事行政と指揮権の統一は軍事独裁につながり、文官統制が崩れるとして、これに反対した。この論争をめぐるインド総督府内の支持は、圧倒的にカーゾンの方にあったが、本国では、カーゾン教より戦争の英雄であるキッチナーの方が、はるかに権威があったので国王エドワード7世も、首相ワルフォアもキッチナーを支持した。 事実上本国政府に拒否権を発動された形となり、カーゾン卿は1905年8月をもってインド総督を辞職することになった。しかし皇太子ジョ上ジ護性放映のために12月までイギリスへの帰国は延期された。帰国直後の1906年7月にメアリー夫人が死去し、大きな精神的ショックを受けた。1908年にはアイルランド貴族代表議員に選ばれ、 貴族院議員として議会に復帰した。1909年から1910年にかけて自由党政府が提案する貴族院の立法上の拒否権廃止に対する積極的な反対運動を展開した。1911年11月にいずれもダービー軍の地名に由来するレーベンスデール男爵、スカースデール子爵、ケドルストンのカーゾン白爵に従爵された。このうち レーベンスデール男爵位には娘たちとその直系男系男子への継承を、スカースデール死爵位にはカーゾンの父とその直系男系男子への継承を認める特別規定がそれぞれ定められていた。1914年に描かれたカーゾン博の肖像が第一次世界大戦が勃発すると野党統一党所属ながらアスキス自由党政権への参加を希望した。 しかしこの時点では断られた。この際にカーゾンハクは39歳で3億人を支配した男が55歳で国家存亡の危機に何も期待されないと後と嘆いた。しかし1915年5月に与党自由党と野党統一党の大連立によるアスキス巨国一致内閣が成立すると王子証書として入閣することになった。巨国一内閣発足直後に 国内で論争となったダーダネルス撤退問題をめぐっては元インド総督としての立場からトルコごときに負けたとあっては他のアジア諸民族の独立運動にも影響を及ぼすとしてランカスター公領担当大臣ウィンストン・チャーチルと共に撤退に反対した。しかし結局アスキス首相はダーダネルスからの撤退を決定した。戦死者 戦勝者が急増の一途をたどって兵員が不足してくる中の1916年に、閣内で徴兵制導入が提案されるとそれを指示した。他の閣僚たちも大半が賛成し、同年5月に18歳から41歳の男子を即時徴兵する徴兵令が出された。1916年5月には空軍長官に就任した。 1916年12月のアスキスの失脚とロイド・ジョージ内閣成立をめぐる政変の際しては曖昧な立場を取った。アスキスにはロイド・ジョージ内閣に入閣しないと明言しながらロイド・ジョージから少人数で構成する予定の戦時内閣への参加を打診されると他の同僚を出し抜いて密かに承諾した。そして実際にロイド・ジョージ内閣に貴族委任内総務。 数密院議長として入閣し、5人で構成される、戦時内閣の一人になった。カーゾーンは、婦人選挙権に強く反対しており、1910年に創設された反婦人選挙権同盟の指導者を務めていたが、ロイド・ジョージ首相は1918年に、 地方参政権の有権者か地方参政権の有権者の妻である30歳以上の女性について選挙権を認める選挙法改正を行っている。1917年にはアラバマ出身の裕福な未亡人グレイズ・エルビナ・ハインズと再婚した。同年イースト・サセックスのボディアム城を購入。14世紀に建てられたこの城はイングランド内戦の時期に内部が全焼していた。 彼は、ボディアム城に大規模な改修を施し、資料をナショナルトラストに移動している。1921年9月の、連合軍最高戦争会議。左から、イギリスのカーゾンコ、ロイド・ジョージ、フランスのブリアン、イタリアのボノオミ、デンラト、リッタ公爵、アメリカのハーベイ、日本の林ゴンスケ男爵、石井菊次郎死爵戦後の1919 19年10月に、 ロイド・ジョージ内閣の外務大臣に任じられた。カーゾーンは首相をロイド・ジョージに軽んじられていた。一時大戦後の一連の国際会議はほとんどロイド・ジョージ自らが出席し、外相カーゾーンには従属的地位が押し付けられた。首相は彼を存在でうぬぼれが強いと思っており、首相のカーゾーンに対する扱い方はまるでロールス・ロイスに駅へ小包みを届けさせるような具合である。 と言われていた。ロイド・ジョージはずっと後になって、自分の閣僚に対する扱いは、ウィンストン・チャーチルのそれとはまるで違う、と述べた際に、以下のように発言している、私の閣僚たちは皆をもんじられていた、カーゾン以外は。しかしこの首相に従属的という立場は、後の英国外務大臣たちの先例となる、役割だった。 それ以前の外相と比較して首相に従属的な立場ながら様々な外交問題で活躍した。イギリス政府が1919 19年12月に提案したソ連ポーランド間の国境線はカーゾン博の名前にちなんでカーゾン線と名付けられている。その後に起きたポーランドソビエット戦争でポーランドはカーゾン線よりも東部の領土を獲得したが第二次大戦後には ポーランド国境は西に押し戻された。カーゾン線は現在もポーランドと東側の近隣国とのおおよその国境線となっている。1921年3月にはロイド・ジョージ首相の主導でイギリスとソ連の国交が樹立したが、カーゾン博はチャーチルと共にそれに強く反対していた。同年6月にはケドルストンのカーゾン公爵に従釈された。 パリ公和会議後、アメリカが日英同盟を敵視するようになったため、イギリス外務省内では1921年7月に満期を迎える日英同盟について更新しない方が良いとの意見が強まった。ロイド・ジョージもカーゾンも個人としては日本に否定的ではなかったものの、結局外務省内の意見に押されて、1921年11月から、 翌1922年2月にかけてのワシントン会議で日英同盟は4カ国条約に変えられ事実上破棄となった。時同じくしてカーゾンの主催するカーゾン委員会が設けられて貴族委員改革を検討している。同委員会は貴族委員を世襲貴族、国王、有権者からそれぞれ選出される議員とするべく提案、決定がなされたが、 改革に伴う議会法改正を検討中に政権が崩壊したた,ため、すべてさたやみに終わっている。1922年8月から10月にかけての茶なく危機に際しては、イトルコ強硬派のロイド・ジョージとチャーチルを抑えて平和的解決を行った。ついで1922年から1923年のローザンヌ会議を主催し、トルコの国境線を確定した。 保守党のジンガサ議員によるカールトンクラブ会議での投票の結果、1922年10月に保守党が連立を解消し、ロイド・ジョージは首相職を辞した。代わってボナーローの保守党政権が発足したが、カーゾン公は引き続いて外相を務めた。1922年から1923年にかけてはドイツの賠償金支払いを求めて、 フランス軍がルールを占領した県でドイツとフランスの仲介を行って両国の緊張緩和に努めた。1924年1月の首相ボールドウィンと外相カーゾン校1923年5月に高等岩を患ったボナーローが首相を引退したとき、カーゾン公は公認候補2人のうち1人に挙げられた。カーゾン公以外のもう1人は、 党内で急速に昇進していた大倉大臣、ボールドウィーンである。家柄や政治経験の面では、カーゾン公の方が圧倒的に上だが、カーゾン公は庶民院員議員ではなく貴族院議員であり、しかも反民主的な貴族主義者で知られていた。一方、平民出身の庶民院員議員ボールドウィンは、庶民院員保守党、神ヶ崎議員の支持を集めており、 地の金融資本家や貿易業界からも信頼されていた。ボールドウィンの支持者である庶民委員、議員ジョン・デイビッドソンによって書かれた政府住職に占める貴族の数が多すぎて、庶民委員で反発が起こっている、カーゾーンを支持する保守党庶民委員議員は50人もいないであろうという内容の手紙が国王、また国王から助言を求められたバルフォアも首相職は、 庶民院に残しておくべきと報道した。結局国王は、ボールドウィンに、祖閣の対面を降下する決断をした。成り上がり者に、首相の地位を取られたことを不快に思ったカーゾン公は、ボールドウィンについて、取るに足らない人物、彼は、国家のために働くような人物ではないと、不言した。しかし、ボールドウィン内閣で引き続き外務大臣を務める、ことは了承している。 カーゾンは1924年1月にボールドウィン内閣が総辞職するまで外相を務めた。そしてボールドウィンが1924年11月に政権を脱回するとカーゾンはスーミツイン議長に任じられたがこれはひそかなる左遷だった。翌1925年3月20日にロンドンカールトンハウステラスで死去した。男子がなかったため ケドルストンのカーゾン男爵くらい、同白爵くらい、同項爵位は消滅したが、スカーズデール子爵位は、特別継承規定によって、スカーズデール男爵位と共に、老い、リチャード・カーゾンが継承した。レーベンスデール男爵位も特別継承規定によって、長女アイリーン・カーゾンが継承した。現在同爵位を保有するのは、次女、シンシアの息子、ニコラス・モズレイである。 ダッカ大学のカーゾンホール愛国心の強い熱心な帝国主義者であり、大英帝国は神の設理のもと世界が目にした最も偉大な善をなす道具である。世界の歴史上においてこれより偉大なものは他に存在したことがないと自負した。特にインド支配を重視し、もしインドを失うようなことがあればイギリスはたちまち三流国に転落すると語った。 自らのインド総督としての使命について、英国の支配をより強固に、インドに根付かせ、インド人が待ち焦がれる、解放の日を少しでも遅らせる、いつの日かインドが占めるべき地位、すなわち、大英帝国における最も偉大なパートナーの地位に近づけることにあると考えていた。また、自らが支配する英領インド帝国は、アジア周辺諸国の創始国であり、 その秩序をアジアに広げていく権利があるとも考えていた。若い頃から将来の夢はインド総督と首相であり、多くの政治経験を積んで首相としての素質は十分だったが、そのため彼の死後にはそのことについての同情の論評が多くなった。彼が首相の気を意識したことに関する哀悼の念は、ウィンストン・チャーチルが著書グレート・カンテンペレリーズの中で一課のように、 ようやくしている、夜明けは黄金、真昼は聖堂、黄昏は鉛だった。しかしそのすべてが一応の輝きを放つまで磨かれた。バングラデシュのダッカ大学の理学部が置かれているカーゾンホールは1904年にインド総督として低組織を行ったカーゾン教の名前にちなんだものである。1898年11月11日に、 以下の借を新規に述ブされた。1911年11月2日に、以下の借を新規に述ブされた。1916年3月23日の父、アルフレッド・カーゾンの死去により、以下の釈位、順段釈位を継承。1921年6月28日に、以下の借を新規に述ブされた。インドの鳥、孔雀の羽の禁止刺繍ドレスで1903年の、 英国をエドワード7世退冠式に出席した、メアリー。ウィリアム・ログズデール・ユサイが、メアリー・ビクトリア・ライター、マーシャニス、カー・ツォン・イン・ハーピー国がウン1895年、カーゾーンは、アメリカ合衆国、シカゴの富豪レビュレーターの、娘メアリー・ビクトリア・レーターと結婚した。彼女との間に、以下の3人の娘を設けた。妻メアリーは1904年の晩火に重い病に、陥り。 二度と回復しなかった。1906年7月にメアリーの病気は再発し、同月の18日に彼女は夫の腕に抱かれながら36歳で息を引き取った。メアリーの死はカーゾンにとって精神的ショックが大きかった。1917年にはアラバマ出身の裕福な未亡人、グレース・エルビナ・ハインズと再婚した。 後年、カーゾンは、政治的に不遇な状態にもかかわらず、ザ・ミーンズ・オブ・グレースを楽しんでいる、というジョークがあった。しかし、彼女との間に子供はなかった。スカーズ・デール死者くらいとスカーズ・デール男爵位は、カーゾン功能等と、アルフレッド・カーゾンの長男リチャード・カーゾンが継承した。日本在住のハーブ研究家ベニシア・スタンリー・スミスは、この2代スカーズ・デール死者、 リチャードの三女ジ,ジュリアとジョージスタンリー・スミスの間の次女にあたる。ありがとうございます。